頭まで来たそうです。可視化室。紙から月桂末でこうやってきたってことか。それでやりますね。クーペンっていうふうに言われてますけど、こうやって全部こうやって固められていたのかどうかっていうのは分かんないですね。外に見られるところですね。出撃大変が二度と帰ってきませんでした。すごい映画ね。今は将兵が最後の砦として、桑や鶴橋で掘った当時そのままの姿で、そうですね、政治バヘロンですと。皆様、あ、ここは政治バヘロンです。二度と再び戦争を起こしてはならないという公衆平和への祈りの場所とされることをお願い申し上げます。これさっきの静かですから。だとですね。沖縄県民核戦いの伝聞をこれやりかけました。さっきですね。あのさっき向こう側から見ましたね。協力が最後の決めた当時のアマネリアですと、まず4日から13日の小禄地区戦闘機会です。自然の成り行きに任せるのもやむを得ない状況となったのでございます。
すごいですね。戦況切迫せり、よく残ってたね。長官の報告は、本殿をもってここにひとまず終止符を打つべき時期に到達したるものと判断する。ご了承ありたし、と誰も送料室を送ったのでございます。これも送料室だ。最終地、出口ですね。沖縄県民は老いも若きも男も女も陸に作戦に行くことを知らせてくれます。そして沖縄県民は最初の入り口でこう立つ、ここで行ってきます。